今日は2013年の11月29日の座り込みですね。八王子の工場もだいたい解体が終わったような状況というか、建物がほとんどなくなってネオフォトニクスの、建物が残って1個だけ残ってますけども、そこで働いている人たちはいまだに元沖電機の人間が大半で、集団ストーカー行為に加わった者たち、が多数残っているということですから、まだまだ私がここで戦う意味はあるでしょう。基本的に舗装を剥がしたところは草ぼうぼう中状況ですよね。それを写しておきましょう。
影してんだよ。ここが入り口、この中、この中のね。これでボイスずっと平路とかにしてるから。強線見えるよ。強線が見れるよ。そうだね。ここが反対側の入り口ぐらいですね。じゃあこの辺までにしておきます。